120回。大人も音を上げる厳しいレッスンに挑むのは、一部の中学生を除き、ほとんどが小学生。大会2日前の練習では、ほら今できてない。一回伸ばすでしょ。こんなちょっとの動きだけど、なんでそんな何個も直されてるのよ。はい、こっちと反対の手は後ろでしょ。そんなすぐ直るでしょ。後ろに引いて肩をすぐに、もうすぐ直してすぐ来て肩を引いて、その間ってしょうがないでしょ。悔しさに涙を流す福島さきちゃん。そして、アスカも出なくていい。先生から厳しい言葉を受けたのは伊藤アスカちゃん。失敗するかなと思うから、長い人と短い人の差がすごい分かっちゃうから、絶対ゆりゆりどうしようかなと思ってたら、こっちに倒れちゃうんだよ。はいはい、思い切っていけよ。はい、よーい、分かんないんだよ。はい。しかし、どんな厳しい練習でもくじけるメンバーはいません。全国規模で初めて行われるキッズダンス大会。この大会で優勝することが、ガムキューメンバー全員の大きな目標でした。関東大会当日、会場に到着するなり、アスカちゃん苦手なくの字前転を練習。気合十分です。お腹近い。あ、いいじゃん。そう今いいです。今回ガムキューのメンバーが出場するこの大会は、小学生と中学生の部に分かれています。ガムキューのメンバーは9人のうち、中学生は2人だけで、7人が小学生。しかし規定上、ガムキューは中学生の部に出場しなくてはならないのです。中学生の出場チームは18チーム。果たして小学生を中心としたガムキューが頂点に立てるのか。優勝するぞ。いよいよ彼女たちのステージが始まります。ガムキュー、元気いっぱいステージに登場したガムキュー。2日前、振りがうまくいかず涙を流したさきちゃんは、センターでこの笑顔。ガムキューの踊りは、力強さとフォーメーションが見どころです。そして直前までうまくいかなかった大技ヘリコプターは、お見事。さらにアスカさんが泣きながら頑張っていたくの字回転、見事成功。大歓声の中、無事に踊り終えたガムキューのメンバー。厳しい練習、数々の苦難を乗り越え、力を合わせてきた少女たちの思い。果たして結果は。第1位、ガムキューの踊った曲がかかり。